きまーす。靴を脱いで上がるスタイル、メニューにおか。これはどう？イカがちょっとないので、イカ以外ですね。イカなし。イカがないんですよ、今。イカがない。これとかどない？限界丼、いろいろ入っと。一個これする。うんうんうん。中トロ丼定食。で、これとこれで行ってみようか。うん、決定。これとこれで。はい。ちょっと美味しかった。美味しそう、お茶。美味しそう。じゃあ、いただこうか。うん、いただきます。びっくりした。乾杯されるのか、また。乾杯しようか。するみたいな。乾杯。めっちゃ美味しそう。なんかすごいいい匂いがする。味噌汁かな。これが気になる、これ。この醤油の、普通の醤油じゃないよな。はい、来ました。限界丼。テレビや雑誌で紹介される名物丼で書いてある。これやな。ちょっと写真と違う？ちょっとじゃあ、日替わりやから。当然な。CM より内容変わるらしい。あ、そうだ。食べようか。食べよう。いただきます。いただきます。あ、あら汁や。調子すごい魚の出汁が。うわ、美味しい。めっちゃ出とるだし。この醤油気になるよな。それな、ちょっと舐めさせて。うん。ああ。美味しい。ごま味噌やな。ごま、うん。いただきますよ。これはタイかな。あ。タイこの醤油美味しいんじゃん。こっちの。いただきます。美味しい。これつけてな。うん、醤油が美味しい。これで、うん。お前、あったかいご飯じゃないな、こっちは。うん、ご飯こっちの方が先、酢飯やな。やな。醤油をぶちまけました。それが正解の食べ方やで。中トロめちゃめちゃうまい。イカがなんでないやん。なんでないよ。イカの塩辛、めちゃめちゃうまい。これを醤油ご飯と一緒に食べる。うん。完食って、あ、みかんのこと。後で食べようか。後で食べようか。ごちそうさまでした。ちょっと一個もらおうかな。うん、あげるわ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。走るで。雨や、めちゃくちゃだよ。走る。びちゃびちゃや。びちゃ。雨やね。せいで昼から。ほんまや。まあでもいいか。ええことないわ。夜は質素で。波があるな。宗像ってこんな感じやったんやな。こんな感じやったで。さあ、宗像到着やで。わ、すごい車。やっぱり人気やな、ここ。ああ、びっくりしたもんな、初めて来た時。海鮮市場か思うたぐらいの、ほんまに。はい。よし。すごいね、ちょっと雨が。雨。とりあえず屋根の下へ。めっちゃ降ってきた。行こうか。ここあれやで、ね。撮影禁止やから、ちょっと許可を取らなかった。そうやな。撮影許可いただきました。お客さんの顔を映さないように撮影できます。じゃあ行こうか。乾杯ですよ。ここ何があったの？ふぐさわら、カンパチ、ブリ、マダイ、クエ。乾杯。はい、こっちも乾杯でございます。お昼過ぎです。早くない？いやー、昼でこれ。ここもほぼ乾杯。大きいブリやね、これな。油乗っとんかな？乗っとんちゃう？これぐらいしか残ってないな。120円。さわら。干物はまだ残っとうな、ちょっとな。まあ、な、うん。カツオなのか、初めて見た。どないして食べんねやろ、これ。お腹いっぱいで考えられへん。でも主婦は考えなあかんねんで、辛いやろ。辛いな。よし、これにしよう。もつ鍋のあった。これが前回は高いかもと思って買わへんかって、そう他のスーパー行ったらもっと高かったな。そうで買っとけばよかったっていうのがこのホルモンやっていうな。だから買おう。大きさやからな。ちっちゃいのが840円で、大きいのは縮むけど、ただ半分ぐらいにはなるけど。うん、こっちにする。これにする？うん。さしすごいな、やっぱ九州。恐るべしやな。めっちゃ綺麗やん。綺麗。美味しそう。美味しそう。豚エゴ。コリコリするのな。でもまあ、わお母さんとこ行こうか。だから、面白いのあったね。この豚のホルモン気になるな。綺麗な身、めっちゃ。うん。安い。650円。いや、ほんまや。美味しいんちゃう？豚のホルモン。ホルモン鍋やめてそっちにする？豚タン。この皮も、あれの、うん、前はなかったな、皮な。このまま食べれる。でも320円やね、これ。めっちゃ安いな。焼いて食べる？まあ焼肉やんな、これ。これと豚のタンにする？もつ鍋明日にする？今回はこれにかけてみる、いっぺん。豚のタンにかけてみる。500やで。結構あるな。ご飯せんと。これやめて、これだけにして。これはまたどっかであるって。ないね。この分厚さは、
ないじゃん。ご飯やめとこうか。ご飯せえへんやったらめっちゃいいこと考えた。ホルモンうどんしたいんじゃん。残ったら明日の昼か朝でもいい。食べるけど食べるけど。ほんまやな。そないしょっか。そうしよう。オッケーオッケーオッケー。オッケー出ました。もつ鍋はちょっとやめよう。何狙ってますか。シルクの姉さんですか。どうもシルク姉さんで、あのシルク姉さん違うやろ。ちゃうんか。韓国のどうぞ。期限が28のためこれにしよう。今日のおやつじゃあこれで、うん、おこれですよ、これですよ、この明太子。目がすごい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 。めっちゃ取ってきた。はい、はい、来た来た。ただいまただいま。よし、はいはい、よし出てきた。おお、レオンくん、おったな。レオン、ただいま。1時間ぐらいで行ける思っとったのに。3時間ぐらいかかる。ちょっと予定ミス？もしかして。高速で行きます。本格的に降ってきたな。車中泊場所の道の駅に向かって。あんなとこにポツンと赤い鳥居が。これはあれか、福岡の市内なのか。そうや、西九州とかや。平成道路でシーサイドももち。なんじゃって言うと思いそうな。じゃあ思い出してきた。思い出してきた。思い出してきたね。高速降りた。白浜に降りた。高速あそこで終わりやね。あ、終わりやった。高速道路自体が終わりや、ね。あ、だからか、うん、そうそう。出口ってなかったな。スタンドがあったら燃料入れてお風呂どっか行ってから。で降りまーす。はい。マムシの湯を目指すと。およそ4。浴槽にマムシがおるの。命がけで風呂入ろうか。頑張ろう。ここや。着いた着いた。マムシの湯。第二駐車場は車泊できますよね。すごいな。そうなの。アップルウォッチを充電しよっか。これ。充電。ちっちゃい子の服みたいな。着るほど寒くないから。せやな。そう。怖い名前やな。こんな怖い温泉初めてや。一緒に入らな。ラムネあるね。マムシサイダーっていうのがあるんです。前に上がる時飲みたかったら買ってきて。冷え冷えや。バイバーイ。マヤリンが帰ってくるまでにデータをちょっと移したいなと思って、ドラレコの音声を使えるかどうか確認しようかな。ポンコツマヤリンがマイクの電源入ってなかったからな。まあまあ言うたら怒られるからな。これ以上言えへんけど。あ、動画で聞かれたらやばいな。ただいまー。何どうしたん。おかえり。マイクつけ。はい、んこれ買ってきたで。あ、ありがとう。今ちょっと名前入りのこと褒めとった。褒めとった。いえ、嬉しい。あんまり冷えてないな。え、ほんま？やっぱりあれじゃ冷蔵庫じゃないからじゃん。氷水やったのにな。めっちゃ熱かって。熱かでな、水な、飲もうかなと思っとってんけど、うん、でもラムネがもし帰ってきたらあれやな思って。ラムネが帰ってきた。うん。大丈夫？前にが降ってなかったら大丈夫。あ、降っとったらよかったな。大丈夫。飲み方知っと？くぼみを上にしたらビー玉が転がってくんねんな。あー、めっちゃうまい。風呂上がりのラムネ最高。いい、うん、いいお湯でした。マムシの湯よかったな。気持ちよかったな。めっちゃ綺麗くて気持ちよかった。露天風呂めちゃめちゃ気持ちいいな。ワインの湯入った。触った。え、触っただけ。触っただけ。玉露もワインも入ったで、ね、俺。あれ入れるの？なんかめっちゃちっちゃくなかった。あれな、意外と深いね。人がすっぽり入んねん、あれ。嘘やん。ワインも人がすっぽり入るぐらい。で、普通に座ってちょうど顔が出るぐらいの感じで。そうな、緑のやつさ、うん、ちっちゃすぎて直径がな、うん、入るやつじゃないと思った。マユリンは無理かもわかんねん。高いだけのことは。ワインほんまでもええ香りやったわ。マムシの由来わかった？あ、わかったわかった。カラツで音かな。右方向って言うとったもんな。この波。君だけが頼り。そうやで。マムシの言うの由来な。わかったんか？マムシに噛まれて、治ったんやろ。うん、めちゃめちゃコンパクトにまとめたな。空海。唐の、まあ、留学から帰ってきて、日本を回りよったんやな、うん。旅をしとって、で、各地でマムシに噛まれて苦しんどい人がおったが、こら、どげんかせんといかん。あ、まだ宮崎ちゃうかったな。な、祈ったわけやろ。うん、祈ったら、マムシの毒に効く、なんか水が出てきて、それがここのあれじゃん。一番に呼んだあれ。一番に呼んだ。でも湯やね、ほんま。湯やったわ。そう。めっちゃよかった。あの辺って唐津市かな。唐津方面って書いとったから。なあ。降りで言うとります。はい。その先。よし。真っ暗やな。何にもなかったのにファミマが。あらあれ。よし、これで行くで。今6時40分。とはスタンドだけやな。スタンドもあるん分かっとるからな。全然、あの、道の駅までは大丈夫やね。距離的に大丈夫。それを聞いて安心や。じゃあ燃料入れます。
レギュラー満タンでよろしくお願いします。高いな、168。二目盛りしかなかったのにこんだけしか入らへんねんな。タンクちっちゃいな。タンクちっちゃいね。はい、行こう。よし、お腹空いてたな。お腹空いてったな。あ、セブンあんねん、あそこな。ほんまや。ピーマン買う。ピーマンもええわ。もやし買ったからキャベツともやし。彩りがないで。彩りはもううっすらしたキャベツの緑で。雨降っとうから降りるん嫌なだけやろ。そんなに降っとうねんで。よう降っとう。ほんぶりやなこれ。うん、ほんぶり。はい、長崎県入りました。長崎県入ったね。入った、2軒目。福岡県から今長崎県へ来たな。うん、2軒制覇。制覇って言うんかな。制覇って言いますよ。言いますか。ポンポン回っていいかな。7日間で回りきれへんから、ね、一緒やからね。せやで。でも今回 A ルートかなと思ったんだけど。そうやな、予定通り行ったらな、ついつい寄り道が多い。時間を忘れてしまう。やばかった。車中泊ポイントに早く行こうって言うとんのに、今日まだ早い方やな。さあ、もうちょっとや、頑張ろう。もうちょっと頑張ろう。トイレ真っ暗やねん、ここ。トイレに近いほど雨は降ってる。到底一人では行けない、この暗さを。走行距離208キロ走った。おー、よく走りましたな。お疲れ様でした。はい、明日はもっと走るかもやで。あ、目を見た。目を見た。目を見た。精度をつけようか。暗い言うとだけど明るい。トイレのとこが暗い。しかも女性は奥やし。ここめちゃめちゃ明るいな。どうして。さあ、ほな、レオン君を。はい、おいで。はい、おい。はい。ヒーターつけよ。よいしょ。レオン、ご飯しよっか。ここ、ご飯。はい。レオン君、ちょっと待ってよ。まだですよ。よし。美味しそうに食べるな。よかったね。かわいい。おお、食べたかー、レオン。ないわ、空っぽ。ご飯の用意しよっかな。うん。マルチグリドル。ガスで行こうか。ガスで行こうか。ちゃんとかかとう？かかとうで。危険やから、ね。確認やで。確認。確認。OK。OK。足も OK。 よし、カセットコンロを。カセットはここやね。これいらんから、これ、はい、そう。これ出すだけ、簡単やな。簡単な。今日のラインナップ。もやし、豚肉のホルモン。おお、結構入っとるな。美味しいかな。でも身は綺麗から新鮮そうやで。美味しそうやな。うん、焼くだけ。あ、あれがあったやん。大事なもんが。なんだっけ。トンタン、トンタン出しましょう。トンタンや、トンタン。で、このぎゅうぎゅうっぷり。ぎゅうぎゅうに入るっていうのがな。すごいな。いいやろ。よし。はい。明太子は明日。うん、これや。これな。これですよ、このトンタン。これで320円って安ない？安いのな。これちょっと切り目入れようか。うん、よいしょ。まな板だけ。ナイフでいこうか。切り目入れるだけやもんな。まな板シート。ここはもうええか。ビールはどうする？そのまま飲む？そのまま飲むか。シェアカップはいるな。キャベツ入れようか。開けるだけ開けとこうか。すごい雨やな。なあ。すごい。あ、それでトングで焼く？トングで焼こうか。これをちょっと用意しとくか。お、芋がいい感じに溶けた。本日のデザート。これはもういらんな。どうしとこうか。ちょっと開けとう方がええか、まず。大丈夫かな。バンク開けられへんよな。布団がびちょびちょになりそう。ちょっと開けとかんと、換気扇が隙間だけ作っとったらいいんじゃない？風が入る。このぐらいとったらいいやろ。うんうん。じゃあこれにしとこうか。手袋は？この、こうやったら。うん。一枚でええんじゃん。こっから取れるんか、これって。そうやね。知らんかった。おい、うまいこと考えた。知らんかった。二枚取った。多分二枚取ったんじゃん。そう。あ、二枚使おうもとって。そうで。めっちゃくっついとうからな。結構二枚で出てくるね。
手袋する前にしてなかった開けようか私が、はい、やるんかやるんかやるんかこの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 めっちゃ入っとるやん綺麗な目やな3箇所ぐらい入れとったらいいかそうやなこんな感じでうんやるんかこの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 こねろこねろこねろおいしぎたシュシュシュこの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 買った地元のスーパーで見たことないわなあ豚ってあの体の大きさにしては結構大きいベロしとねんな豚大きいでじゃあ焼いていきますか換気扇を回そうか塩コショウはこここれおお塩コショウ係さしたのか、うん、あビールやもうええ出してもう出していいよめっちゃ探したノンアルなんか密かにちょっとだけあってあそうなそうちょっとだけ大々的にはなかった、うん、控えめな感じでだからめっちゃ探したあめっちゃなんかええ匂いしてきたいい感じやん塩コショウしますかこれだけでほんまうまいと思うでなあおおうまそうあいけるで前にいける食べようあ乾杯しようか乾杯しようか乾杯しようか乾杯はいお疲れ様でしたはいお疲れ様無事に九州到着しました上陸おめでとうございますありがとうございますありがとうございますあ、ほらんあうまいね美味しいさあどういただきますはいなんかめちゃめちゃうまいねんけどこれ美味しいほんまこれで300なんぼ、うん、裏切らんかったな、うん、初日にしてなかなかごちそうですななかなかごちそうですよこれいきなり今日はちょっと反省やな、うん、あの最初の店が高かった大誤算店が悪いわけではないんだけどそうそうそう美味しかったんけどイカ丼を食べよう思ったのにイカが売り切れやよってなその時点でやめたらよかったなもう入って出るってなかなかな、まあ、なまあ予防庫までちょっと行って食べるも時間ないからな近くでないかな思っとってんけど、うん、誤算や、うん、なれやんかあの値段やったらイカ一匹ずつ食えとったなあれ残ったらなんか天ぷらか唐揚げかなんか知らんしてくれるのそうやなああ心残りができちゃったまた来なあかん なイカ食べにな、うん、雨うん雨どんどんひどなるような、うん、じゃあちょっとホルモン行く初っぽいなって思った初っぽいなおお、うん、これは超やな身のっぽい感じあ結構入っとるなもうちょいパワーあげるもっとあげれる意外と油が出えへんなちょっと匂いするななんか、うん、なあ入れすぎたタレの匂いがいい匂いこれやこれこれこれもやしは営業してたもうちょいこう色悪いからちょっとだけ色が切れてないねこのキャベツ、和製キャベツやって和製かあれっぽい、このキャベツ私好きやレタスっぽいな 春キャベツっぽい柔らかいやつやな、うん、あれっぽい、嬉しいもっと買えばよかったこれは結構サッとで柔らかくなるからこれ何か食べてみようかハツやなこれ全然臭ないでうまっ、臭ないわ、おいしいうまいな、しんさん焼き加減焼き加減これはマルチグリードルがうまいねこれはビールの好きな人はたまらんやろこれたまらんやろ意外と臭みがなかったこれタレうまいなうんどこに顔があるのか分かれマイリのお尻の横、うん、お尻が邪魔してみえかわいいマルチグリードルはええなめっちゃ優秀あ幸せ九州来ましたよまたもや初日反省点が多い一日でしたがいろいろと、うん、反省した反省したマイクのあそれは忘れとった反省点を明日は生かしてああええ時間やなこの時間も好きやななああ今日デザートやあれやなちょっと開けとかなあかんなあれかな明日は平戸の集落やな、うん、棚田と楽しみやな雨でもガスってなかったら綺麗ような気がするそうほんでもあれやもんななんか緑綺麗かったもんな、うん、そう途中でな田んぼ見えたら綺麗かった、うん、緑はっきりして逆にあれじゃ雨がこう綺麗に洗い流してくれて詩人みたいなほんであれや海上自衛隊やなうん楽しみやなあれ楽しみやねんけどなすごい船写真に載っとったんやな追ってくれたらなええねんけど、うん、で私が言うとなんとかなんとか橋おおいいやん夕方が良さそうやなあそうそうだからこの橋のとこでこっち側が佐賀県で、うん、こっち側が福岡県県境なと、うん、
だからちょっと佐賀県のキャベツ入れてくれる？これは福岡なんですけどね。いい感じですよ。いい感じですね。しかもだから天気が悪かったら大映峠まで、東大か、うん、晴れたら最初なんか行こうかってチェックしとったやん。また夏の青空とか晴れた時、青空と緑と青い海のコントラストがなんかめっちゃ良さそうじゃない？あっちらへん。もう最高やろな。うん。よし、ええか。うわ、すごいな。なんかお店で出てきそう。いいやさ、一人前。これだったらもう650円。取れるね、これ。650円。安いな、650円だよ、これ。今度丼に比べたらもう3倍も食べれるやん。ゆうたあかん。ゆうたあかんでー。もったいないことしてる。やばいな。そうやん、思い出した。惣菜が、惣菜がうまかってんやね。そうやん、思い出したわ。どこで食べても美味しかったな。美味しかった。残すところ、こっち方面を攻めよう。道の駅の惣菜。あと行くから。あとは、もう、あれも絶対買わなかった。何やった？何でもまんじゅうやった。わー、びっくりやった。ドッキリやった。一つで。あるだけ買おう。うん。あれほんま美味しかったな。あれほんま美味しかった。熊本は野菜うまかったな。キャベツ出とんじゃん。そんなキャベツばっかいらんやろ。もっと買えばよかったって言うから。さっき言いましたよね。言ったな。道の駅、トキってあった？トキじゃなかったっけ？二文字の。あったあった。なんか買ったな。あらだけかな。そう。え、何やった？トキの他にどんなんが？まあ。さき違う息あとこ来たかも息いや息じゃないなウキウッキあそこ穴だけめっちゃ美味しかったやろ。あの穴だけうまかったやん。ほんでプチトマトもめっちゃあそうやね。だからほんま惣菜天国やな、うん、忘れとったわ明日からな、うん、惣菜で攻めよう、うん、でもあこだけは行こう。ドライブイン取りまあほんまでも九州はええわ。うまいな。もやしがめちゃくちゃ美味しいねんけど全部焼いてしまう。残ったら明日朝からつまんでもええし。そうやな、まあ、正直申しましてどれか一個だけちょっと匂いがする部位があるのは確か。そうやな。でも食べたら美味しい。まあこれタレがやっぱりな美味しいっていうのがねけど、ただ美味しいねほんまな。だから俺らが匂いせえへんって言うとほんまにせえへんと思う。ほんまやな。もっと敏感に取ったりして。確かに。音がたまらんな。音がたまらん。うわ。やばいねこれ。食べてまいそうやな。隊長に挨拶してなかった。お疲れ様です。お疲れ様です。隊長。ごちそうさまです。はい。お気を参り。ごちそうさまでした。これを熱々のご飯の上に乗せて食べたら絶対うまい。それ七味とかかけたら美味しい。あ、まやな。な、うん、あるやん、七味。じゃん。よし、オッケー。シュッシュする？拭いた方が早いな。あ、ほんまか。うん。ほぼほぼ綺麗になるもんな、これな。あのタレはでも強烈やで、ね。あー、ニンニク臭もちゃん。うん。私はなかなか強烈やで、ね。強烈やねんけど、これな、マルチゴリドルな。これ安やろ。綺麗なんだよ。大切ってな。大切にせや、水は。それ綺麗なるな。綺麗なる。屋台の匂いや。イカでも焼く？焼こうかな。ほぼほぼ綺麗になったな、これ。めっちゃ綺麗になったやん。もうさっと洗うだけでな、これやったらな、うんうん、楽ちん。さて、洗い物しようかな。これやろ。洗い物も少ないな。鍋があるけどな。はい、終了。ありがとう。はい、ちょっとあんた足踏んどんねよ。そう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 。雨が止んだっぽいような気も。音が静かになったな。でも小雨になったポツポツぐらい。ほんまか、よかったよ、うん、安心してトイレに行けるな。乾いてぬぐい。シンさんちゃんとこうやってお風呂入った？あ、頭に巻いてな、はい、小外泥のようにして入った。その手ぬぐいほんまええで。かわいいよな。それあれな、郡上八幡で買ったやつ。手ぬぐい使い出したらほんまな、やめられへんで。びっちょびちょになるやろ。でもいや大丈夫、何回か絞らなあかんけど、うん、でも洗っとう時が気持ちええね。つるつるやねん。肌触りはええやろな。今までだって雑巾で俺体洗わされとったから。私雑巾やん、そこの方。これもかわいいな。草津温泉な。草って書いとんな。草って書いとんな。ひどく姉さん、早く食べたいな、なんか。なんかでも溶けてもだから、あれかな、カリッと感ないかもやな。ふにゃっとしてるかもしれない。でもええんちゃう。失礼。ん？めっちゃ湿気てんな。タオルが湿気てる。ああ、ごめんごめん。
まあ、外もそんな寒くなかったな。分かった。怖くない方法が分かった。怖くない、真っ暗すぎた。トイレ行くまでどうするんで聞いてくれへんの。早く聞いてよ、言いたいの。ふわふわや、レオン君。うわ、気持ちいい。ふわふわや。冬仕様。わ、これ快適枕じゃん。天気毛布、一応出しとこうかな。寝るとき自分で行く。冷気が。あ、でもそうでもないな。ぬくいか。寒いのは全然我慢できないけど。我慢できてる。トイレ行きたくなるのが嫌なだけ。で、バンクを開けると。これで完璧。フォークいる？手で食べる？つまようじでいく？つまようじ。うんま。大学芋。ふにょふにょしとる？うん、柔らかい。カリッとしてない。俺はこういうのが好きや。カリカリの甘いやつよりか、このぐらいの甘さがいいな。で、このブラックコーヒーが合うね、また。合うな。おいしいな。ええ組み合わせやな。うん。芋の匂いってわかるんかな、うん、わかるかもな。なあ。ピッとついてきた。本日のお水は終了。はい、終了でーす。寝まーす。よく寝るで。おやすみー。おはよう。レオンかわいいや。いい場所みたいで、電気つけても全然動こうとせえへんねやん。もうまた開きで。ここのスペースがさ、ちょうどじゃない？ちょうどいいな、これな。うん、ナイスや、前でこれは。ちょっとここがほら、ひんやりしてるから。ここ涼しいからな、うん。トイレ怖くない方法ってこれ？そう、秘密アイテム。うわ、眩しい。トイレ怖い言う人、他におるかもわからへん。絶対おると思うで。でも今までコメントで一回も、私も怖いですって言うの。俺、センサー式が苦手な人絶対おると思う。ちょっと片付けるわ。今日は早めの出発やから。これね、ちょっとシーパップさんをさっき片付けて、でから朝ごはんの準備やね。お腹すいと？いやしかも外まだ暗いよな。まだ暗いと思うね。うわ、涼しい。気持ちいいわ。雨は止んどうな。レオン君のお水を片付けよう。私そのご飯初めて、うん、これ初めてやった。俺は隠れさんでキーケン詰めやきゃ。あ、ちょっと待ってよ、うん、これはな、メガネかけだな。メガネかけとかな、見えへんね。いちご、ここやな。大食いの人がおるからな。誰？シーさん？マイリンがめちゃめちゃ食べるから。大食いになってまいそうなメニューやな。やばいな。ちょっと多いな。多め？ちょっと多かった。同量？水と米。ちょっとちゃうね。この計測カップはちょっとちゃうね。海外製やからな。違うね。だから米の量に対して水の量が。おっと。多いのか少ない。今食べたら危ないで。これは今すごい大事なところやから。多めですわ。これでもちょっといいねんな。じゃあ準備しよっか。これで準備だけしとったらいつでも炊ける。じゃあ着替えようか。うん。これさっき発見してんけどさ。これ、どのタイミングで使うんやろな。思うな。こうやってぶら下げていくんかな。お湯沸かして。使い方よう分かれへんねんけど、よう活躍しとんねんな。未だに、ここの表示の意味が。そう、未だに適当に押しと。でも、沸くねんな、すぐ。また入れとく？マックスとかって書いとんねんけどさ。うん。線引いとんかな、これ。見え、これぐらいで。大丈夫、大丈夫。ふにょふにょやな、このペットボトル。最近のやつな、うん、エコにしとんねん。使いにくいよな。せやねん。これ使いやすい、ほんま。それは使いやすい。さて、ほんなら朝ごはんの準備でもしますか。あ、タコ？タコか。これでスイッチ入れて、お湯もちょっと沸かしとこう。そうやな。前にテーブルだ。はい。サンキュー。オッケー。オッケー。かしこいなれやんか。まだ寝とこか。おとなしいな。まだ眠たい。お気に入りのクッションが持ってこれてよかった。当たり前やろ。これ
これの別だからこれ。これが195度設定。いや、わからんねえな。これ温度なんか。ちゃうかな。80っていうのはいきなり上がったで。あ、違うな。こないすぐ上がれへんな、なんぼなんでも。でも92やねん。もう沸いたんほぼ。早いやろ。これは早すぎるわな。そんな早沸いたらティファールもびっくりするやんな。びっくりするな。106。銅じゃないんじゃん。なんかあったはずやで。温度の単位、これが必要なお年頃でして、日本国内では摂氏何度っていうのが使われたねんな。で、ケルビンで表示した熱力学温度、うん、ケルビンや。だから今110ケルビンって明るさを言うよな。なんかあの、ライトの明るさ、何ケルビンとかって言って。ほんで、沸騰は何ケルビンな？調べるわ。そうか、これは使い方分かったかもやで。でも373ケルビン、ほんまか？だって270って言うとったやんな。ケルビンは摂氏温度プラス、あ、摂氏温度プラス273。だからこれ100足したら300だ。あ、そこそこそこ。ということは、これを見とけばいいな。これが300何本だったら。そういうこと、沸騰ということやな。373だったら、そういう数字やってんや。ケルビンとは思わんかった な。調べたら分かっとってんや、すぐな。味噌汁の用意をしておこう。なんか、湧いてきた？音が鳴ってきた。まだ全然167ケルビンか。あと200ケルビン370まで行くんやろうか。入れとく？青さと長ネギやな。前に青さが好きやで、ね。うん。これ195やろ？これ多分これで沸騰しとんねやんか。だから375以下でも沸騰すんねん。ほら。指入れてんの？飲んでみ？これ顔がめちゃくちゃさ。唇がずる。375ってどういうこと？もう一個単位あるんかな？別のケルビンじゃなくて。まあでも大体いつも沸騰しとんねん。そうやねん。大体沸騰しとんから。195。これでいいな。うん。あとはご飯。ご飯待ち。結構時間かかる？早いね。もう音慣れへんねこれな。多分緑になっとうから。いやす。オープン。ちょっと芯ある？ちょっと硬いな、これ。失敗やな。水が少なかった。ちょっと多いめに入れたけど、水をもうちょい入れて炊き直す。これで、よし、やってみよう。ちょっとどんな感じか見てみようか。これだいぶ蒸らしたからな。ちょっと米、芯が残っと。うん、ちょっとだいぶ残っとっか。水が少なかったやな。うん。ずーっと食べとったら多分、芯が気になるかな。あ、電子レンジするか。いきますか。うん。ちゃ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 。あちゃちゃちゃ。お水は入れん方がいいかな。どう？水は入れた方がいいな。チンするんやったら。1人前ずつで分ける。あ、違う。これでちょっと水を入れて。で、ラップをちょっともろうっていいかな。はいよ。ラップはここ。何分ぐらい？1分ぐらい。1分とか10秒とか好きやな。ちょっとやってみたろ。これみんな見とうから名前に。これ失敗したら。失敗したらカットします。チン言うたな。うん。でやろう。でもまだもうちょっと芯あるかも。今1分やからな。あ、もうちょっとしよう。もう1分しよう。これはな、こういうの一遍にしたら、カチカチなる恐れがあるから。そうな。お、芯ゆだで。いきます。熱いな。これは熱い。これ使う？これ、タオルでいくわ。ガチでいくわ。下置いても大丈夫。いけとうと思うで。これは、ちょっと蒸らそう。ええ感じか。よっしゃ。2分やわ。2分やな。うん。な、俺が言うた通りやろ。言ってないし。これでも適当やねん。入れすぎって思ったやろ。いや、もっと入れてほしいなと。せやねん。大丈夫。入れすぎとは思えへん。もうちょい入れて。もうちょい入れる？ちょっと、痛っ、あ、ちょっと。大丈夫？電子レンジ。いや、私の頭。蓋、大丈夫？壊れてない？さすがやな。そうやろ。2分やね、2分。これであのカップの水の量が分かった。うん、だから、失敗して。昨日のマイクと一緒。2分でいくからね。これはいけたんと思うわ。で、これをちょっとこうほぐします。うん、いい感じやな。だから水がやっぱり少なかったな。少なかった。うん。あ、おいしい。できた。オッケー、やったー。よーし。これで安心やな。うん。もう電子レンジ様様やな、でも。電子レンジはいいね。うん。でも熱いね、しんさん。あれがいるかも。どんななんと。かわいい。つらぎすぎやろ。家と一緒やな。ひっくり返ってねとはや。お、できた？うわ、なんかツヤが出てきたもん。艶っぽいね。よかった。これで朝美味しいご飯が食べれるわ。朝食のラインナップはこれです。からし高菜と出ました。明太子でございます。この組み合わせ最強やで。最強の朝ごはんやな。道の駅宗像で買ったやつな。うん。最強コンビやな。うん。昨日残りのホルモン。うん、これを温めよう、ここで。ホルモン炒めとってよかったな。せやな。なんか朝食べたくなってきた。前にこのコップ使ったっけ？使った。使ったよ。使ったっけ、うん、お湯入れんでいいの？左右。左右はまた後で飲もうか。うわ、熱々や。ご飯、メスティンでご飯炊くときはこれ。あ、ほんまや、これでいいんちゃう？こうやな。それを起用。
もう一個持ってこう。家にもう一個ある。お湯入れようか。各自トッピングしていこうか。これがセンスのない盛り付けらしいですわ。こっちはセンスのある盛り付けらしいですわ。センスあるやん、ほら。梅干しあるやん、なんかほらほら高菜明太子丼みたいな。こんなんだってコンビニの弁当みたいな。いただきます。いただきます。食べてください。おいしい。そら美味しいわな。高菜と明太子混ぜて。一番正解。うますぎる。ご飯がやっぱり美味しい。ご飯な。うん。ええ感じやな。ナイス。復活させたな。させたな。うん。うまっ。本場の明太子は。なあ、めっちゃ美味しい。来た、レオン君。おはようさん、来た。このカップほんまめっちゃいいわ。持ちやすいな、めっちゃ。うん。気に入り。つばめ三条さん。つばめ三条さんじゃない。名前ちゃう。三。うん。あ、三。どつばめ三条さん。三地の三。三地の三で。つばめ三条さん。美味しかった。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ええ朝ごはんやな。お腹いっぱいやな。お腹いっぱいだった。満腹なった。ちょっと多いな、ご飯。明日少なめにしよう。せやな。まだこんなに。嬉しい。冷蔵庫や。これな、冷蔵庫やっぱあったらいいよな。ええー。この場所も使いやすい。なあ、どうぞおいで、ここ。いやー意外とこの明太子がさ、なんか、拭きにくい。うん、ああ、これ固まんねん。あっち行ってこっち。洗い物タイム。それも外れんねんや。これ外れるで。あらかじめ拭いとったら洗い物は楽やな、やっぱり。もう拭いてほぼほぼきれいになっとうから。よし。レオン、かわいい。でもこう雨上がったから散歩できそうやな。マイクつけて撮った。あのブリブリって入っとんだ。じゃーとかって忘れとった。あそこってさ、今日気づいたけど、うん、トイレの中にさ、うん、格子みたいなんがあるやんか。トイレ入って、うん、外側に、うん、水と壁のとこが格子みたいなとってそこってカップ。拭こうか。FF ヒーターつけて乾かす、ちょっと。なあ、レオン散歩させた間に乾くじゃん。ここ毎日ご飯は炊くわな。炊くよな、多分。うん、食べたくなるやろ。まだまだ美味しいもんがな。今日は鳥や。あそこ行くやんた。外されへんで買ったな。今日はもう外されへんな。お楽しみポイントの一つやもん。せやな、目玉やろ。どれが目玉になるやろな、今回は。今日は鳥やろ。明日は馬刺しと鳥刺しやろ。食べ物ばっか。今日は海上自衛隊か。船やな。船おるかどうかやな。いや、平戸集落のあの棚田もやっぱりな、ね、前に棚田好きやからやっぱりな。レオ君散歩やな。レオ君散歩タイム。もう待っとんよ。いしょ、はい、おい、レオ君パパ。レオ君軒下をお借りして。雨降っとね、まだな。はい、かしこいね。ちょっとヨーグルトを食べようっと。免疫力アップのヨーグルト。よいしょ。R1 ヨーグルト。強くなりそうな気がするわ。そうやろ。いただきまーす。はい。うまい。ちょっとドライブ用のコーヒー入れとこう。うん。このスタバのな、カップ飲みやすいでな。飲みやすいね。口が小さいやつ。そうそう、このタイプがいいよな。そうやな。前使っとったやつが漏れ出したから。これほんま、でも節約できるよな。ミッフィー隊長、おはようございます。ミッフィー隊長、おはようございます。挨拶忘れとった。隊長に挨拶を忘れるなんて、今日もよろしくお願いします。いつも寝とうけどな。はい、どうぞ。はい、どうも。はい、はい、どうも。これ乾いたかな。このやつはもう乾いとうかも。それ直してから行こうか。うん。雨やな。雨やな。いつまで降るんやろ。ねえ、レオン君。完璧や。結露がすごいな、やっぱ。よいしょ。はい。レオン君行きますか。なんもないです。何やもスリッパ。何やろとんか思った。結局スリッパばっかになってた。
激突した。しまっとんか思った。